こんばんは。葵ちゃんさんありがとう。たかっぴさんありがとう。ちゃんとくさんありがとう。こんばんは、北ペグさんもありがとう。こんばんは。こんばんは。みんな、なんか今日部活動行ってた人多そう。 なんかなんだっけ、菊池翔みたいなトレンドに入ってて、今日なのかな、今日だったのか、多そうだなって思いましたけど、どうでしょう。あ、全然違った。菊な、何賞、菊花賞、なんて読む、菊花賞、菊花賞って読むんだ。クロちゃんさんありがとうございます。マサッチさんありがとう。どうでした？皆さん当たったの？クロちゃんさんありがとう。単勝勝ちました。負けたな。福ペグさんコウモリ10個ありがとう。ちょっとどうだったんだ？登山部活動。ああ、もうそれがいいよ。健康的だよ。脳が健康にもいいし。そうだったんだ。サットンさんありがとう。今日から部活復帰です。休部してたみたいな感じで 言わんでもらって。こんばんは。そうなの？優勝してた。すごい。こんばんは。400m で息切れした。まあでも最初こう走ってるとあれなんだよ、慣れるまでに。最初はそう疲れるよね。でもだんだんその心拍数に慣れていくから、大丈夫。ドマさんありがとう。トータル70円勝ち。70円勝ちだ。そうか、まあまあ負けてないからいいか。負けてないからいいよね。ステーキ食べてきた。いいね。ゆうつなばらさん、ありがとう。たっくんさん、ありがとう。こんばんは。3キロ走ってきました。えらい。えらすぎだよ。シュ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 がない。ダーチさん、まおいちゃんさんありがとう。勝ったなら勝利って。おいちゃんさんありがとう。売り切れでした。なんか、あ、でもどうなん、時間にもよるかな。まだ大丈夫だよね。カメさん、あ、もうこれを投げたことによって赤字じゃないか。アストラックさん、アストラックで合ってるのかな、名
ありがとう。日本シリーズ、あー、でもホークス負けちゃったのでちょっとあんま追ってないですね追ってないんですよね。こんばんは。いや、なんかでも天気いいよね最近。とても秋晴れってこういうこれなのかなってちょっと思ったけど。井上幸宏さんありがとう。レイさんありがとう。タカッピさんありがとう。ありがとう。一郎さんもありがとうございます。台風少ないのかな、どうなんだろう、どうなんでしょう。うわ、ミルクレープ美味しい。ピューロランドクロミちゃんカレー、どういうすごいね。いいと思う、いいと思う。男性女性関係なく、あの夢あふれるキラキラしてる場所ですからねピューロランドは。マットさんありがとう。駅伝やってたらしいけど私今日ちょっと用があって外出てたので見れてないや。髪型かわいい、なんか結んでみた葵ちゃんさんありがとう。ポップコーンさんありがとう。なんだっけな、今日ってさ、あ、日曜日か、今日が日曜日なんだ。シュ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 がない。男だけで行ったと気をつけないでもらう。あなんかお仕事のあれ、人と行ったのかと思った社員さんみたいな2歳の誕生日、うわー、いっちゃん可愛い時じゃん。2歳なんて一番可愛いよ、本当に本当に。いいなー、私ね1歳から3歳までの間が、間っていうか1歳から3歳が、3歳、4歳くらいになると結構喋れてきちゃうので3歳くらいまでが結構可愛いね。いや、ちっちゃい子はさ何歳でも可愛いんだけど、ピークがさ、そう、あのね、わかるんですよ。1歳から3歳まあなんかあんまりまだ喋れない感じなんだけど、そう、とってもねそれがいいな、それが好きなのですよ。2歳半、わかる。そう、喋れないくらいがちょっと可愛いのよ。なんて言うんだろう、まだあんまり言葉を覚えれてない感じの時がめっちゃ好き私は。なんか、好きっていうか可愛いんだけど、4歳
5歳とかになってくると結構喧嘩できちゃうのでそんなちっちゃい子と喧嘩するなって話なんですけど、喧嘩できちゃう年頃なの、もう5歳とかになったら。喋れるようになってからもう可愛いですよまあそうなんだよね、喋れてからが本領発揮みたいなとこあります。バブい時期そう好きなのよ、バブい時期がね、そうバブい時期弟、名前だけ呼んでくれ、手抱きついてくるくらい可愛い、わかる、可愛いんだよね、と可愛いよ。ある時からもうね、そのなくなっちゃいますからね1歳から3歳ぐらいはちょっと大事にしないといけない時期です。特に0歳はまだもうほんと赤ちゃんすぎて、そうなんかしたらこうキラキラ笑うとかはまあ可愛いなと思うんだけど、喋れないからまだ0歳はね。でもね、2歳とか3歳になってくるとちょっと喋れるから、そうそれがいいのよ。あ、17歳はそれはもう可愛いよ、そんな喧嘩にもならんよね。妹欲しいなってずっと思ってたんだけど、私が小さい頃は。でも今考えたらちょっとまあどうなんだろう、妹いいなとは思っ、いやでも欲しいか欲しいかも、いやお兄ちゃんかお姉ちゃんか妹弟以外がちょっと欲しいですね。わあ、5歳かわんぱく時期だ。ショールーム聞けない、ご飯食べます、何を食べるんだ、こんばんは、新潟の村からこんばんは、こんばんは新潟村からありがとうございます。葵ちゃんさんありがとう。まあ、でも喧嘩しそうだしな、でも妹とかいても普通に 女の喧嘩ってめんどくさそうなので、なんかその女の子兄弟の子と喧嘩したら結構めんどくさいって、そう私の友達からすごい聞いてたから、なんかそれ聞くとまあまだ男子の方がなんかいいのかなとか思うけど、葵ちゃんさんありがとう、いつも勝ち目ありませんでした、あうん、でもなんか妹がいるお兄ちゃんとかって優しい人が多いんです、多分。そう私のイメージね、なんか妹がいる男の子はなんか結構優しい人が多いっていうね、なんだろう、分析しておりますけど。谷川やったけどありがとう、あ1212、確かにその時期過ぎちゃえばとか、ちょっと2人なんていうの、お互い大人になったらなんかいいよねっていう、わかる、1212、イエイ、ありがとうございます。そうそう
かしてました妹います。あ、妹いる方はちょっと優しい印象イメージあります。あとはお姉ちゃんがいる人とか、だから女の子兄弟がいる、兄弟に女の子いたりするとなんか優しいイメージあるけどな。うん、優しいっていうか、多分なんかなんて言うんだろう、女の子なんて言うんだろうな、ちょっと女子の気持ちも理解してくれる系なんか人とか多いイメージあるけど、どうなんだろうか。ほいちゃんさん、ツッキーさん、ありがとう。もろもろ諦め早くなりますそうそうそう、なんかちょっと折れてくれるみたいな言い換えるとなんか心の広い多いのかな、どうなんでしょう。女の子ってわがままだからね。そう、それだ。女の子ってわがままなんですよ。わがままな生き物なんですよね。そう、だからそうなのかなって思うけど。そう、女の子兄弟の男子はなんかそういうわがままに慣れてるみたいなとこがあるかなっていう。思いますね。こんばんは。ちょっと祝杯あげてますな。なんだって？勝ったのか。楽しんで楽しんで。おかげさまであっちのわがままにも余裕で付き合いますわがままな、わがままでもちょっと許してほしいとこあるよね男性に対してはやっぱそういうわがままな部分とかちょっと許してほしい。ほうじ茶ショコラモン、あー、いや、私はあんまり。女の子の気持ちが分かりません女の子の気持ち分かんないよね、多分難しいですよね。私が男子だったらちょっと分かんないかも。どうだろう。 MJ さん、ありがとうございます。なんかまあまあまあ、肯定してれば、肯定しておけば何でもなんか良しだと思います。なんかまあでもこうずっとなんかいいねいいねしか言わなくても多分本当に思ってんのとか言われたりして、じゃあどうすればいいのってなるでしょ多分難しいですね。難しい生き物だよ女の子は。こんばんは。推しの気持ちは分かると言いたい。なんかでもいや気持ちが分かんなくてもいいと思うんですけど、なんか分かったふりするのも、なんか知ったかぶりして言われるのもちょっとあれだしさでも寄り添うっていうのが一番大事なんじゃない、大事なんじゃないか。理解できるかできないかというよりかは、なんか寄り添ってあげる気持ちが大事なのかなみたいな。あ、もいちゃんさん、ありがとう。そうだよね、うんうんっていう
めんどくさいけど、めんどくさいけど、そういうのが大事なんじゃないかと。どっちもっと答えるのは現金。あー、どっちもどっちでもいいとかは嫌だよねっていう。どっちでもいいはちょっと嫌だから、なんかなんかそれ以外の返答をしてほしい。どっちも決めれなかったとしても、あ、これはここ、これはこれがいいよね、でもこっちはこれもいいよねみたいな、なんかその少しでもなんかちゃんと考えて返答してほしいみたいなね。返答より共感って学びました共感の気持ち大事。どっちがいいよ、すでに答えが決まってるって聞いたこと。ああ、女性側がね、どっちがいい。ああ、なるほど。いや、でも本当に迷ってる時もある本当に迷ってる時もある。でも迷ってない時以外だったら、私結構もうこっちにしようって言っちゃうかもしれない。私は迷ってない時以外、迷ってない時はもう聞かないって、これにしようって言ったら決まりでも本当に迷ってる時はそう聞くみたいな。どっちでも今ね、ちょっとね、いやでも分かるん、でも言っちゃう、言いがち。マッチさんありがとう。言いがちだけど、めんどくさい時は言いがちだよね。疲れてる時、めんどくさい時とか、お母さんとかからなんかどっちがいいみたいな、もうどっちもいいよみたいなそれはあるけどね。めんどくさいですね、女の子。採用、結局採用されない的なねまあ採用されなくとも、まあ、それは許してください一応なんか聞きたいっていうさ、女の子はちょっとすごい面倒くさいものなんですよ。そう、本当に気分屋なんですよ。愛知のヒャーボイス付き動画、あ、やばマジかわいすぎてね。経験上 B 型女マジでめんどい人によるとは思うけどな。うん、でも B 型の女の子はわかるかも。私あのなんていうの、B 型っぽいなってちょっとなんかわかるんだよ。とりあえず話を聞いてほしいのよね。うん、とりあえずなんか話聞いてほしい。なんかね、そう、女の子はまあおしゃべりな子多いから、うん、男子よりも多分結構こうバーッとしゃべりたい人が多いから、そういうの聞いてほしいだけな、とりあえずね。本当の悩みは打ち明けない気がする。あー、でも自分でなんか解決しようってするとこがあるんだよね、私小さい時からずっと。そう、それはある。うん、で本当に信頼してる人にしかあんま相談できなかったりする。そうし、なんかあとなんか忘れちゃう、うん、結
結局何で悩んでんだっけってちょっとなんか忘れちゃうとこがある。うん、妻と揉めても勝ってはいけないことを悟りました。うん、そうです勝とうだなんて思わないでほしいね。明らかにおかしいこと言ってたらちょっとそれはあれだけど、うん、なんか折れてほしいよねっていう、私はそういうタイプだ。長女気質な気がするね。うん、長女あるあるだと思う。ファントムさんありがとうございます。自分でどうにかしなきゃなみたいな。あとなんかすごいいつでもなんかあんまりそういう落ち込んでるとこ見せちゃダメだなみたいな思っちゃうんだよね。その家族でこうご飯なんかやっぱお家帰ったら、あ、一人で部屋にいた、一人で部屋にいるときはこうしょぼんってなってるけど、リビング行ったらこう元気に振る舞うみたいな感じで、なんか無理やりそうしてるっていうよりかは私がそうしちゃってたんだよ、多分自然と。そういうタイプだ。 A 型、私は A か O だね。だからまあそういうのでもちょっと強くなった、強く、あのなんて言うんだろう、修行みたいな修行、勝手に修行されてたとこあるかな。でも一人でこう解決しようとする力は多分あるんだと思う。頼る力はないんだと思う、多分。あの他のなんか妹とか、あ、なんていうの、末っ子とかの子と比べるとそういう力は、うん、あの結構ないんだろうなっていう。サットンさんありがとうございます。甘えたりするのはちょっと苦手だよね、私。苦手だと思う。でも苦手だっちゃ苦手だけど、お父さんとかには頼めたりするんで、どうなんでしょう、うん、誰でも頼れる、甘えられるわけじゃないってことか、私的に。安心できる人にしか頼れないみたいな。でも頼りにされることの方が多かった気がする、今まで。多分ね、一人っ子は結構甘えてた。一人っ子の子ってね、いいなって思う時ある、本当に。バラを渡すと学びました。全校指定してバラを渡す、バーチェラバーチェラおもろい。タグ JP さんありがとうございます。成功っていう勇気、確かに、うん、確かにね、勇気だよね。黒木さんにも甘えてもらって嫉妬案件じゃないですか皆さんポップコーンさんありがとうございます。嫉妬するようなメッセージ届いてたからね、この前はるちゃんも姉ちゃんみたいに嫉妬やってたね。うん、そうそうそう、そうなのよ。まあ親友みたいな感じだけど、はるちゃん今私はなんか妹のように可愛がる時もあれば、親友かのような時。そう考えるとコキちゃんってお姉ちゃん多くない？コキちゃんお姉ちゃん多いかな？あ、多いね。多い多い。多いわ。多いです。多いし、気強いよ。
だいぶみんな多分気強いからね、長女は。でも兄弟羨ましいよな。まあだから本当どっちもどっちなのよ本当。そう、注文の仕方知らないけどスタバ買ってくるよっていう黒木さんです。黒木さんスタバをおごってくださるからいつもとりあえずスタバをおごりましょう。男性の皆さん喜びます。女性は女性は喜びますよ。ティナちゃん絶対一人っ子タイプ。うん、妹がいるのもちょっとなんか不思議だよね。でも妹の方が多分しっかりしてる気がするから、うん、お姉ちゃん本当にお姉ちゃんかって感じ。一人っ子のタイプだよリノは。長女は女王様気質。女王様、まあ権力は握ってはいるけどうん、その分結構大変ですから一番上って未知な領域に自らなんか先陣切っていかないといけないからね。学校のこととかさ何も分かんないでさやるじゃん。行くなんかその下だとさ、なんか経験談とかさ、なんか、このなんかこの遠足で何持ってったらいいのかなとかさ、あとなんか、ね、そのなんか学校行事のこととか聞けるじゃん。上にこれ買った方がいいかなとかいろいろ学校生活の上でなんか必要なこと聞けるけど、何も知らずにさ全部さ学校生活始まるわけじゃん。結構不安なこと多いのよ。そういうのもちゃんと一人で乗り越えていくんだから、うん、私は血液型不明、うん、それぞれが一人っ子みたいな感じで大変。あーなるほどね、うん、将軍気質そうね、将軍気質あるかも今でも本当兄弟ね、一人っ子も兄弟いる人も、まあ、どっちも良さある、良さっていうかメリットデメリットどちらもありますよ。うん。天気痛のあたりで、でででで、なんだよ、どっちなにしてた。昨日より広がる意味か。一人っ子よ、一人っ子のことな、分かるか。はるちゃんとかも一人っ子だったんだよね。はるちゃんって一人っ子感なかったんだよね私的に。なんなら いぶきとかの方が一人っ子っぽい感じ、どちらかというとはるちゃんと比べたら。
あ、なんかはるちゃんも人一人っ子意外だよね。くるたん、くるたん一人っ子か。あ、一人っ子っぽいな、ぽいなぽいな。なんか大人になっちゃえばあんまり兄弟何人いるとかわかんないかも。でも学生の頃とかってなんか割とわかるんだよね、一人っ子とか兄弟いる子とか。うん、いぶきは末っ子か。でも一人っ子の子っても末っ子っぽい感じあるよ、若干。一人っ子の子はなんか末っ子感、長女感はないもんだって、うん、末っ子感ある。男子と女子でちょっとまた違うのかもだけど、うん、下、一番下の子って甘やかされてるからね確実にこれは言える。いや、わかんない、断言できないけど、私調べによると一番下はやっぱ可愛がられてるのよ。一番上はもなんかすごい怒られるんですけど、一番下はなんかちょっと許されるとかあんのよ。そう、なんかテストとかはあんまりテスト取れてなくてもなんか許されんの、なんでなって。クリナちゃんは長女か、ディナは長女だね。ミクリン寝起きドキリしたショールーム YouTube 流れてきたから見てたやば、なんで流れてYouTube で。一人っ子もまあ確かに、割と自由で平和主義だった。ああ、うん、確かに。確かにね、めちゃめちゃわがままかめっちゃ平和主義かどっちかだと思う、うん、私的には。真ん中が一番辛い説ってある、説ある。真ん中はねちょっと印象薄かったりします、市村家は印象っていうか、それ言っちゃうとあれだけど、印象っていうよりかはなんかなんて言うんだろう、ちょっと慣れが来ちゃいます、真ん中の真ん中だと慣れ来ちゃうんだよ。だからそんな、なんて言うんだろうな、難しい。ティコピさん末っ子なの、ちょっとさ、いやーわかんないわ。中はちょっとね、なんだろう、慣れてんのよね。なんか真ん中ほどなんか結構しっかりしてる子多いよ多分、うん、意外となんかあんまりその親からもあんま心配されずにみたいな。まあちょっとそれぞれのお家によるけどちょっと慣れてるよね多分。突然まあそういう子もいるんだけど、わかんないねこればっかりは本当に。うまく立ち回るからね。確かに確かに。あ、そう、真ん中自立するの早いわ。そう、それが多分そうかも、自立するの早い。あ、それは確かにあるかもね。
うん、上も下もこう見れる、うん、そうなのよ、確かにそれはあるか。兄弟トーク兄弟トーク、なぜなぜ兄弟トーク長男は意外とおっちょこちょい、そうなんだ、誰が優秀だと親は途端に辛くなる、ドラマとかでよくある感じだ、男兄弟はちょっと分かんないかも、どんな感じなんだろうな、さ全然話変わるんですけど、なんかさインスタの質問箱みたいなやった時にさ、なんかすごい気になってますみたいな、最近めっちゃ気になっててみたいな、あいつのことみたいな、気になってますみたいなのはさ、なんて返したら一番いいんでしょうね何をどういう返答来たら嬉しいんだろうっていう、いや何でも返事が来れば嬉しいみたいな、それよりなんて何待ちなのかなっていうさ、押してくださいとかそういうのはまあなんかありがちじゃないですか、私もあなたのことが気になります、わあ正解かも正解かも、使おうかなそれ、正解きたなこれ早くも、それじゃあそれ採用しますね採用しようかな、なるほど、なんか難しいっていうかさ、なんかでもそういうのさ、そういう人ほどあの本当にっていうさ本当かよみたいなそういう人多いんだよ、本当なのかよっていうね、採用、いろんなお便りじゃないの、いろんなの来て、あいち好きになってもいいですか、遅くないですかみたいな方とか、一目惚れでさ、ハマってもいいですかっていうさ、むずいよむずいよ、むずいし返答難しいのよ、好きになってもいいですか結構きついねいやもうそんなのさ許可制じゃないのよっていう、うん、いい、
好きになってくれたら一番嬉しいじゃん。そうねえ、なってください待ちなんだと思うんだけど、むずいのよ。葵ちゃんさん、ありがとうございます。私も嬉しいけど本当にっていうさ。でもそういうの許可なくハマってほしいよっていう。そう、試されてるか。ああ、そうそうそう、うん、そう。男性もまあそういう人の書く人もまあいるっちゃいるけど、女の子とかは特に多いかも、そういうの。そう、いや難しいな、女の子への返答むずいよむずいよ。で、可愛い、そういう感じで、そう、メッセージ、男性と女性で違うからね、ちょっとそういうあれが。返信して待って、釣ってほしいんだよきっと。なるほど、女の子意見貴重だこのルームでもう今一人しかいないから、もう渚ちゃんの返答も正解になっちゃうのよ。女の子代表というか女の子意見の中でも正解なのよこれが。そう荷が重いティンカちゃん返事得意そう。あーあれはちょっとね、あれですから、もうたらしです、人間たらしですから得意中の得意でしょうね。そういうなんか、なんて言うんだろう、手のひらでこう転がす感じ得意なんですよね、そういうの。多分私無理なら難しいよいや、いるよ、女の子いるんだよ。男女比はね、改善はされてると思う。 0.2% ぐらいは上がってるはず。うん、この1年間通してすごい効率悪いあれだけど 0.2 ぐらい上がってると思うんだけど、いやでも意外といるんだよ。そう、あの意外とっていう、私の意外とがさ、標準が多分低いからあれなんですけど、周りと比べて意外とこう、ショールームじゃ話にならん。そう、アンケート、ショールームアンケートで話にならん。うん、じゃないじゃない、 SNS 全体を通してSNS 全体を通して、 Twitter とかね、あの本当一人増えただけでもさ、すごいことだから。一人でも私のアイコンにしてくれてる子が増えるだけでも奇跡的なことなんですけど、そう、意外といるんだよ。そのなんて言うんだろう、ツイッターのアイコンはまあ違う子だとしても、プロフィールとかにアイルのことをこうか入れてくれてる子とか、そう、そうとかも、まあ一人二人増えただけでも大成長なのよ私にとったらそうだよ。そう、昔はね、な3人くらいしかいなかったと思う。そう、女性オタさんってほぼ複数推しな気が、え、そうかな。でも男性ほどめっちゃ DD な方あんま見たことないけどね、女の子とか。わりかし単推しとか2人推しぐらいが結構多い気がする、女の子とかは。単押しか二人押しくらい、うん、増えたと思うよ私的にはね。そのうん、ちょっと甘くいきましょう、うん、DD ではないからね。そうだ、そうそう、あんま DD の女の子あんま私は見たことないけどな。
片手に収まるくらいだったと思う昔は、うん、片手超えただけでも成長でしょう、きっときっときっと まあショールームはちょっと、うん、ショールームは置いといてだからアンケートは絶対しない後で返そう。いやー何人いるかわかんないんだけどね。なんだっけ。あれ見ましたよ、ドラマ「アトムの子」全部見た、最後まで。1話の最後まで見ました。いじり担当、いじられ担当になっちゃった面白いですか、見るべき。うーん、面白いけど、あ、なんかこういう展開あるね。日曜ドラマだよね。なんか日曜ドラマ感すごいいい意味でよ、いい意味で。あ、日曜だなっていう日曜だなっていうドラマですね。わかる？わかるよね。じゃあドラマ好きな方からしてるわかると思う。日曜ドラマっぽーみたいな、すごいわかるんだよね。たーくんさんありがとうございます。日曜劇場、そう、日曜劇場感やっぱすごいよね。なんかねいい意味で。日曜ドラマはでも男性の方結構好きな人多いと思うけど、うん、陸王とか、それも山崎賢人さんのやつだったと思うんだけど、陸王っていうさ駅伝のドラマ、あれも面白かったんだよね。 あんな感じもちょっと漂う、なんか他の会社からちょっとなんていうんだ、ライバル社とかになんかいろいろねやられるんだよね。ちょっと日曜劇場ならではだよね。わかる？そうなのよ。あー、そう下町ロケット計画出遅れた。え、多分まだ1話見れるよ、 TVer で。私 TVer で見た。日曜劇場ってやっぱあれだね、なんかわかるもんだねでも火曜もなんとなくわかるんよね。ズッキーさんありがとうございます。だ今のなんか君なんだっけ、君の花になるだっけ、なんか花になるのやつさ、あれのあれ感ある、あの火曜ドラマだなっていう、あのクセ強マネージャー、クセ強マネージャーいるじゃん、あの人とか出た時にわあ火曜だっていう感じした。なんか火曜日ってね、クセ強い副社長とかクセ強社長、クセ強課長とかって結構出てくるんだよねそう、月曜から仕事頑張る気持ちになれるようにかな。あー、
ほど。でも確かにね、やる気は出るかも。高いんだ。TVerって1週間しか残らないやつもね。確かに1話目は残ってるとかはわりかしあるかもだけど。トラベルナースどういうあれですか。トラベルナースってなんか名前的に面白そうだけど。火曜のあいちラジオも癖強いってこと。そうかもそうかもしれない。ところでなんていうドラマ、日曜のドラマ、アトムの子かな。アトムの子、アトムの子、ひよっちさんありがとう侵食されてる。確かにドラマはいいぞ、ドラマはいいぞ。今日日曜で、でもあー早く見たいんだけど、私ドラマ曜日覚えられない。ドラマの曜日覚えられないって曜日感覚戻んないよね。ドラマ曜日、トラベルナースどういうあれなんだろう。ちょっとあらすじだけ見ようかな。どういう系のドラマなんか見てみますか。ちょっとなんかすごい曜日がごちゃごちゃなっちゃう、見すぎて。ヤシタンさんありがとう。にあ木曜日がサイレント、あ殺意を込めて水曜日サイレント、あ黒ザギ見てない、黒ザギ見ようかな。あとも向こうが日曜水木、なるほどね。あ火曜日があれか、花になるだから火水。ズッキーさんありがとう。普通の看護師より優れた技術を持つ看護師が2人入れてきて、医師との駆け引きがあったじゃん。え、トラベルっていうのさ、なんか行き来する系ですか時空行き来する系じゃないの。さすらいのナースたちを目指す、なんだって。あ、そういう系か、 SF 系のあのなんかあれじゃないんだ。転職を繰り返すっていう、あーなるほどね、そういう感じか。私もほんとドラマとか見ない、ドラマとかもういいやみたいな、ちょっとそういう時期あったんだけど、でも久々だよこんな見てんの。トラベル変な言葉を生み出すな。作るな作るな新しいワードを。
あ、もう9時？もう9時ですか。ちょっと待って、そうですね、うん、公演の時期も増えた。9時なので、よし、そろそろ終わろっか。みんな夜ご飯何食べた？ちなみに明日何を食べるかもう決めようかな。今日23か、23、生春巻きちゃんぽん、足音走ってきます。ありもありも、コンサートフリーレイツからまだだね。今月末らへんもう待つか、うん、もうそろそろ始まるリハも。でもあ違う、11月最初らへんにリハがもうあるから、それまでには。でもあさってパジャドラなんだよね。やばい、もうパジャドラとか忘れてんのよ。もうやんないとなんだけど、今日もちょっと振り起こししてたんだけど忘れちゃっててさ、やばいよね。ちょっと、はい、おすしハンバーグ豚しゃぶ、あ、おいしそう。ダークファンタジー感出てきて面白い。面白い、あーね、やっぱそうだよね。最初のキラキラした感じはないんでしょ。あー、美味しそう、サーモン。炊き込みご飯、あ、うどんいいね。ダーツさんありがとう。そう、パジャドラ久々なんだよね。もう忘れちゃってるよ、やばいやばい。ちょっと頑張ります。じゃあそろそろランキングを読みます。13位パタさん、12位キラッチさん、11位ヘルシアさん、10位スミスさん、9位 MJ さん、8位谷川やたかさん、7位ナオさん、6位クロちゃんさん、5位サットンさん、4位ズッキーさん、3位タカッピさん、2位フォクピグさん、1位アオイちゃんさんです。ありがとう。よし、走ってくるぞこれから。じゃあね皆さん、また明日お会いしましょう。あたあちさんありがとう、ありがとう。おやすみなさい、ありがとう。きどっちさんお疲れ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。バイバイみんな、また。